隆之です。今回動画で紹介するボールはハイスポーツ社より発売されましたオプティマス 4.0 です。ドリルレイアウトは5と4分の 1×5 と2分の 1×3 と8分の1。今回はゆったりとした動きが出るようにレイアウトしています。投球してみた感想ですが、非常に落ち着いた動きで大きな曲がりでも扱いやすさを感じるボールです。動き自体はアーク上で動きが読みやすいのですが、バックエンドでもしっかりとした動きを感じることができます。オイルにも非常に強く、表面加工がポリッシュでありながら滑るような動きは感じませんでした。オプティマスシリーズで一番強いカバーを搭載しているボールです。それでも必要以上に噛むことはなく、扱いやすいボールという印象でした。ピンアクションもしっかりしていて、10番ピンをしっかり飛ばしてくれます。オプティマス 4.0、 皆様ぜひお使いください。